国立科学博物館人類研究部の神沢です本日は DNA から見た縄文人最近のゲノム研究を中心にといったタイトルで話をしたいと思います我々は人骨を対象とした研究を行っております私が所属する国立科学博物館ではこういった日本列島から出土した個人骨1万点以上を収蔵していますまあ、こういった人骨を用いた研究から我々はどこから来たのか また過去の人々がどのような生活をしていたのかといった研究を行っております。従来は携帯学竹連研究が中心でありましたが、最近では DNA を用いた研究も精力的に行われております。これは具体的に人骨に残されているごく微量な DNA を用いた研究、いわゆる古代 DNA 研究と呼ばれるものです。 本日の内容として、まずはじめに日本人起源論に関する先行研究として、現代日本人の DNA を中心に話をしていきたいと思います。その後、縄文人のゲノム研究について、最新の研究成果をお話しします。まずはじめに先行研究に関する。まずはじめに DNA について簡単に説明をします。真ん中にありますのは、一つの細胞です。 この細胞の中に DNA を含む領域が2箇所あります。まず1つが核と呼ばれる領域で核 DNA が存在します。核 DNA は32億塩基対もの膨大な遺伝情報であり、両親から遺伝します。もう1箇所、ミトコンドリアという細胞小器官にも DNA が含まれています。こちら16,500塩基対と非常に短いのですけれども、特徴として母系系統にのみ遺伝するというものがあります。 ま、つまりですね、この写真のように、核 DNA の場合には両親から子供に、ミトコンドラ DNA の場合には、祖母から娘、娘から子供に、といった形で遺伝します。1980年代、90年代は、今見てきたような母系系統のミトコンドラ DNA、また不系系統の Y 染色体、また核 DNA でも、核のごく限られた領域、 DNA 分析が中心としてて行われてきましたしたかし1990年に始まったヒトゲノム計画によってヒトゲノムの配列が2003年に最終的に解読されましたこれによってゲノム全体を対象とした研究が広く行われるようになりましたこちらはその具体例ですがゲノム全体のに存在している1円帰宅計 SNP を用いた研究が行われ始めました。こちら2008年のサイエンスに乗ったリー・エトワルですけれども、世界51集団約1000人から取得したゲノムワイド SNP データを用いた系統樹及び主成分分析の結果です。こちらを見ますと、集団の系統関係を明瞭に見ることができますし、 主成分分析では個体レベルでの分析が可能となっております。これらの現代人を用いた研究によって各集団の系統関係が分かることに加えて過去、世界中にどのように拡散し各地域集団がどのように交流つまりですね、根血を経て成立したのかということが 大まかにではありますけれども明らかになってきましたしかしながら現在の集団の DNA を用いた研究には限界があるということも分かってきました具体的にはですね過去に生じた根結であればある程度推定はできるかもしれませんが集団の痴漢また系統の断裂が起きた場合には現代人のデータから類推することは 困難となります。また、根血に関しても、現代から比較的最近の根血であれば、推定も可能かもしれませんけれども、それよりはるかに古い時期の根血に関しては、推定するのが困難となります。このような場合には、古代人の DNA を直接分析する、これによって過去の 混血や集団の痴漢を詳細に分析することが可能となりますこちらは先行研究で用いられてきた人骨の写真となります DNA 分析に適している領域として歯 あるいは最近では側頭骨衰退部を用いる研究が中心的になっておりますが、そのような領域が残っていない場合には、指の骨や死骨を用いた研究も行われております。ここから日本列島の集団に関して話を進めていきます。現代の日本列島には北からアイヌ、本土日本人、琉球といった人々が住んでいます。 彼らは見た目に、見た目として違いがありますけれども、それ以外にも遺伝的な違いが存在することが知られています。これらの現代と日本列島集団の成立に関しては、大陸からどのように人が流入してきたのかということが重要となります。この左の図は、大まかに6つの移動経路を示しております。 これらの移動によって集団が流入し、混血または痴漢することによって、これらの現代日本列島集団が成立したと考えられます。日本列島に流入してきた時期として、高級石時代にはおよそ3万8000年前に流入してきたということが分かっております。今日の話の中心である縄文時代は1万6500年前から3000年前というふうにされています。 ま彼らは狩猟採集民です。この縄文時代の後にはですね、弥生時代が開始します。この弥生時代には農耕を伴った集団が日本列島に広く分布します。彼らは文化の違い以外にも、経済的な違いが存在することが知られています。 これらの集団の成立史に関しては、ハニハラの二重構造説がうまく説明しています。この二重構造説では、縄文時代から弥生時代の移行期に北東アジア系統の集団がトライし、根血することによって日本列島人集団が成立したと説明しています。また、縄文人につながる後期旧石器時代の人々は東南アジアに由来するともこの二重構造説でお説明しています。 また、このモデルではアイルと琉球といった日本列島の北およびに南の集団が縄文的遺伝子を多く残していると、えー、説明しています、えー。別の図で説明しますと一番左が縄文時代です、えー。日本列島、北海道から沖縄本島まで広く分布していた縄文、まあ、時代の集団がいます。 この後、弥生時代に入りますと、朝鮮半島から農耕を伴った集団が北部九州に流入し、混血を開始します。 根結は、東進あるいは南進することによって進んで、最終的に日本列島で根結した集団が広がっているということになります。この中で、やはり北の橋のアイヌ、それから南の橋の琉球の人々が根結が少ないということをこの図では示しています。 このような形態学的な研究に基づくハニハの二重構造説は DNA からも支持されています。こちらはミトコンドラ DNA の研究成果です。右の図は現代日本人のミトコンドラ DNA のうち、特に地理的な勾配が見られる M7A、それから NQB の頻度分布を示しています。 これを見ますと、やはりアイヌ及び琉球で今述べたようなハプログループが高頻度で見られ、ほんの日本人では低い頻度で見られています。まあ、このような U 字型を示しているイトコンダ DNA のハプログループは縄文人的遺伝子型と呼ばれています。この縄文人的遺伝子型は実際縄文人にも広く見られています。 縄文人のミトコンドラ DNA を分析したアダチエとある2009年によりますと、北海道の縄文人で NQB がかなり高頻度で出ています。また M7A もそれに比べると低いですけれども、検出されています。このような地理的な勾配は、ミトコンドラ DNA に限らず、Y 染色体でも報告されています。 現代の日本列島において、ハプログループの D というタイプがアイヌ及び沖縄で高頻度で見られています。また、ハプログループの C も縄文人に由来するというふうにされています。 核 DNA を用いた研究でも、オ本トサイトがですね、血液型25遺伝子座を用いた研究から、アイヌと琉球が系統的にクラスターをするということを示しています。この地理的に離れた集団が系統的にまずクラスターするというこの結果は、形態学的な研究に基づく二重構造説を指示することになります。 また、ゲノムワイドのスニープデータを用いた研究が、山口川端エトワールによって2008年に行われております。この解析では7003人の答えが入っておりまして、この主成分分析の結果、琉球クラスターというものが検出されております。これはつまり、本当に本人と琉球の人たちで遺伝的に違いがあるということを明確に示しております。 残念ながら、この分析ではアイヌが含まれておりません。アイヌを含んだ研究は、ジナム・エトワールによって2012年に行われております。この研究では日本列島人272人を用いていまして、アイヌの人たちが36人含まれています。こちらでは主成分分析の結果を示しております。この右上の図ではですね、 5集団を用いた主成分分析の結果が示されております。これによりますとアイヌが遺伝的にかなり得意な集団であるということが分かります。また、左下の図はさらに多くの東アジア集団を入れた主成分分析の結果になります。これを見ましてもやはりアイヌの遺伝的な独自性というのが明瞭に見て取れます。 また、遺伝的に近い集団が東アジア大陸部に全く存在していないということも重要です。また、ジナム・エトアルでは集団構造解析も行っております。こちらはその結果の一部なんですが、アイヌの人たちが青色でほぼ占められています。 で、琉球列島の人たちは、この青色成分がおよそ30%存在しており、本当日本人、メインランドジャパニーズは20%ほど持っています。もしこの青色が縄文要素とするならば、アイヌの人たちが100%縄文由来で、琉球列島が30%、本当日本人が20%となります。しかしながらですね、ここで問題となるのが、 アイヌの人々、アイヌの人たちが、えー、全く縄文人と遺伝的に同質な集団であるのかという点です。えー、また、えー、別の研究ですけれども、ジョン・エトアルが、えー、アイヌの人たちの系統的な位置を示しています。えー、これを見ますと、東アジアの農耕民、 の集団が系統的にクラスターしその外側にアイヌの人々が系統的に位置していることがわかりますつまりアイヌの人たちは系統的な分岐は非常に古いということになりますもしアイヌイコール縄文であるならば縄文人も系統的に古いということになります しかしながら最近の古代人のミトコンドラ DNA を分析した研究によって、必ずしもアイヌイコール縄文ではないということが示されました。こちら北海道の古代人、縄文人、オホーツク文化人、それからアイヌの人々を分析した結果です。縄文人を見ますと NQB が65%と高頻度で見られます。 しかしながら、現代のアイヌを見ますと、縄文人に依頼する NQB などのハプログループは非常に低頻度であるということがわかります。えー、またですね、この現代のアイヌにはハプログループの Y、D、G が高頻度で見られます。これらはどこから来たのでしょうかハプログループの Y については、オホーツク文化人から来ているということが、あ 先行研究で分かっておりますまた、ハブログループの D、人は、現代の日本人、いわゆる和人からに由来するということが分かっております。つまり、えー、現代のアイヌは縄文人、オホーツク文化人、それから、えー、本土日本人の根血によって成立しているということをこの図は示しています。オホーツク文化人について簡単に説明します。 ホーツク文化人は、えー、魚老民で、えー、カラフトから、チジシマレット、また南限として北海道のお東岸に分布しています。えー、北海道には5世紀から13世紀に、えー、居住していたということが明らかになっています。先ほどのミトコンリア DNA の分析結果から、えー、現在のアイヌは、イコール縄文ではなくて、えー、縄文人、 それから遺伝的に続いている俗縄文人や殺文人それと法則文化人それから最近の本土日本人との根血によって成立しているということが分かってきましたつまりアイヌ縄文人ではないということになりますそうしますと縄文人が現代の我々にどの程度影響を与えているのか遺伝的に寄与しているのか というのはですね、縄文人の DNA を直接分析する、分析して比較することによって明らかにする必要があります。これより後はですね、縄文人のゲノムを実際に分析しましたので、その成果を見ていきたいと思います。これまでに3つの論文が縄文人のゲノムを報告しています。 一番初めの研究が2017年に行われております。福島県の三岸寺海塚から出土した縄文時代後期の人骨2点を用いた研究です。この研究ではゲノムの4%を決定しており、系統分析の結果、縄文人が系統的にかなり古く分岐している東アジアの基礎集団であるということが分かってきました。 2018年のマッコル・エトワールでは、縄文人のゲノムの大部分を大まかに決定しました。この論文では縄文人のゲノムに加えて、東南アジアの古代人のゲノム分析も行っています。この東南アジアの古代人と縄文人のゲノム比較から、縄文人と東南アジアのフォアビー文化人の遺伝的な関係が示されました。 これは、ハニハの二重構造説で示しているような縄文人のルーツが東南アジアにあるということと一致します。また最近の松村2013の歯の形態を用いた研究からも、縄文人が中世紀時代の東南アジア人と遺伝的に近い、形態ですね、歯の形態が近いということが示されております。 まあこのように、ゲルムの研究以外にも、まあ、歯の形態分析などでも、まあ、縄文人が東南アジアに近いということが示されておりましたので、まあ、今回のこのマッコウレートアルの研究も、まあ、納得いく結果であるというふうに私は考えています。また昨年2019年に、えー、我々のグループは 北海道の礼文島にある船泊り遺跡から出土した人骨のゲノム分析を行い、非常に良好な結果を得ることができました。こちらはその時の論文となります。こちらの図は船泊り遺跡の位置を示しています。北海道の礼文島にある遺跡となります。 人骨の年代分析から約3500から3800年前の縄文時代後期の人骨であるということが分かっています人骨に加えてアシカなどの怪獣類の骨やそれを使用するための道具が検出されていますつまり彼らはアシカなどの怪獣類を食べていたということが分かります この船止まり遺跡からは複数の人骨が出土しているんですけれども、この出土人骨のうち14体については、アダチエとある2009年がミトコンドラ DNA を分析しています。この分析した個体のうち、特に DNA の保存状態が良かった船止まり23号について、高振度ゲノムの分析を行いました。 この研究では、船止まり23号の更新のゲノム以外にも、もう1体の縄文人のゲノム分析を行っています。船止まり23号は女性なんですけれども、もう1体のゲノムを分析した個体は男性となります。 先ほど示した通り、現代日本人ではハプログループの D というものが特にアイヌと沖縄で高頻度で見られると示しました、まあ。つまり縄文人はハプログループの D を持っているということが推測され,、ま、されていましたが、実際にそれを証明した人はいませんでした。我々はですね、縄文人男性のゲノムから Y 染色体のハプログループを明らかにしました。 その結果、この個体は D1B2 に分類されるということが明らかとなりました。この D1B2 は現代日本人にも見られるタイプですけれども、こちらの系統樹からも見てわかる通り、ハブログループの D1B のうちサブロハブログループで D1B1 及び D1B2 が見られますが、まあ、この D1B2 は、この D1B という タイプの中でも、珍しいタイプに位置することがわかります。これらの結果から、D 系統は縄文人に主要な系統である可能性というのが見えてきました。次に船の間23号を用いて主成分分析を行いました。こちらはその結果です。こちら、図の下の方に大陸の東アジア人が固まっています。 それと直行するように縄文人と現代の日本列島人が散らばっています。縄文人は一番上に位置しておりますが、それに遺伝的に近いのがアイヌの人々です。その次に近いところにプロットされているのが沖縄本島の集団で、その次が本土日本人となります。 まあ、この分布からも、やはり縄文人の遺伝要素を多く受け継いでいるのが、アイヌ、および沖縄本島の人々であり、その次に本土日本人であるということがわかります。また、縄文人と大陸の特に北部、中国、漢、えー、民族、 との間に、本土日本人や沖縄本島の集団が散らばっておりますので、両者の根血によって、現代の日本列島人が成立したということが、えー、この図でも示されています、えー。しかしながらですね、アイヌの人た,人たちは、この、えー、縄文と大群、えー、の集団との、まあ、直線上に必ずしも乗っていないということがわかります。 これはつまり、アイヌの人々は、さらにもう一つの集団との根結。まあ、つまり、先ほど見たようなオホーツク文化人との根血によって成立しているのではないか。ということが、この主成分分析でも示唆されます。次に、縄文人のゲノムがどの程度、日本列島の集団に残っているのかを分析しました。こちらは、現代日本人3人の、えー、ゲノム全体に残る縄文人の 遺伝子領域を示しております。これを見ますと、ゲノム全体に広く縄文人の遺伝要素が残されているということがわかります。また、こちら3人の結果ですけれども、各個体が共通して縄文人的な遺伝子を共有して残しているというわけではなくてですね、個体ごとに縄文人の遺伝要素が異なるところで残っているということがわかります。 つまりゲノム全体に広くまんべんなく残っているということをこの分析結果は示しております。また別の分析から、現代日本人、特に本土日本人ではのゲノムの10%が縄文人に由来するということが明らかとなりました。またですね、こちらでは書いておりませんけれども、沖縄本島の人々が30%弱。 アイヌの人々が7割弱縄文人に由来する遺伝要素を受け継いでいるということが示されました次に系統的な関係と分岐年代の推定を行いましたまず系統関係です左がその系統解析の結果となります縄文人が非常に系統的な分岐は古いということがこの図から見られます 具体的には、両文字は青色で示しておりますけれども、その分岐した位置として、漢民族、それからアメリカ先住民の共通祖先から分岐していることがわかります。アメリカ先住民が現在の東アジア人集団から分岐した時期が大体2万6000年前というふうに推定されています。 その分岐時期より古いところに縄文人の分岐が示されていることから、縄文人の系統は現在の東アジア人集団と2万6000年より古い時期に分岐していることをこの図は示しています。また具体的に分岐年代の推定結果が右の図になります。この分析の結果、縄文人と現在の東アジア人集団の分岐時期、 が1万8000から3万8000年前の間になるということが得られました。この系統樹と分岐年代の推定結果を総合的に合わせますと、縄文人と大陸集団との分岐時期は2万6000から3万8000年前の間であるということが示されました。これはつまり後期旧石器時代になります。 これまで縄文人は高級石時代の子孫であるというふうにされておりましたが、その具体的な証拠はありませんでした。この分析結果は、縄文人が高級石時代人の子孫であるということを直接的に示した非常に重要な成果であります。この縄文人に由来する遺伝要素、日本列島に残っていましたが、 それ以外の地域には残っているのでしょうか ?F3 テストという分析を手法を用いまして、広く東ユーラシアの集団と縄文人のゲノムの比較を行いました。これによりますと、縄文人の遺伝要素は日本列島に限らず、東アジア沿岸域の集団にも薄くではありますけれども、残っているということが分かってきました。具体的には、北のアムール川流域のウルチ、 それから朝鮮半島の韓国人、それから台湾のアボリジニであるアタヤル・アミといった先住民です。次に集団サイズの推定を行いました。今回はですね、縄文人の魚でも高深度で、高精度で分析できましたので、現代日本人を使って行っているような分析が可能となりました。 こちらはその結果なんですけれども、狩猟最終民は現代においてはアメリカ先住民がいますけれども、彼らは集団サイトが非常に小さいということが知られております。一方、農耕民は人口支持力が非常に高いので、人口集団サイトが非常に高いということが分かります。ここでは赤色、それから青色の漢民族やヨーロッパのフランス人。 こういった人々では人口、集団サイズが非常に高いということが見て取れます。では、船止まり23号ではどうでしょうか。これを見ますと、現在の南米のアメリカ先住民のように、同じく狩猟採集民である船止まり23号は集団サイズが非常に小さい状態で推移していることが分かります。これにによりますと過去5万年間に 当たって、彼らの系統は、集団サイドが非常に小さかったということが分かりました。やはり、狩猟採集民に共通する特徴として、集団サイドが非常に小さいということが、過去においても現在においても共通して見られるということになります。 また、縄文人のゲルムを高精度で決めますと、彼らの見た目の情報も取得することが可能となります。こちらは船止まり23号の復眼を行ったものです。でこの復眼の際にゲルム情報から得られた目の色、肌の色、肌の特徴、また髪の質などが反映されています。 この複眼に反映できなかった特徴としても、歯の形状や耳垢のタイプ、アルコール耐性のが強いといった特徴もゲノムから明らかとなっています。また、ゲノムを用いますと、彼らの身長に関する情報も取得することができます。 これまで、えー古,代人のえー、古代人の身長推定には人骨を用いた、えー、数学的な方法あるいは解剖学的な方法が用いられてきました数学的な方法では四肢骨頂を用いて全体の身長を推定する解剖学的な方法では実際に人骨を、えー、全部並べてそこから身長を、えー、測定するというものです まあこれらの精度に比べると、ゲノムのから推定する身長というのは、まあ、かなり精度が悪いんですけれども、現代の東アジア人と比べて、遺伝的に身長が高くなるのか低くなるのかといったことは推定することが可能になります。 今回の分析の結果、縄文人はですね、現在の東アジア人と比べて身長が遺伝的に低くなる傾向があるということが示されました。従来、形態学的な研究から縄文人はトライ系弥ヨ人に比べて身長が低いということが示されていました。 この要因としては、遺伝的な要因と環境要因の2つの可能性が考えられていましたが、現在、今回の分析結果では遺伝要因が少なくとも関わっているということが示されたということになります。<laughs> 次に食生活とゲノムといった話です。 今回の船泊縄文人からは、高脂肪食に適応していると思われる遺伝子変異が見つかりました。具体的には CPT1A という遺伝子に存在するプロリンからロイシンへのアミノ酸の変化となります。このような変異は、現代ではイヌイット、エスキモです、ね、に見られるということが知られています。 彼らは、怪獣類を狩猟している、まあ、そういったところから、高脂肪食を食べていることが分かっております。今回の船止まり23号についても、この船止まり遺跡からは、怪獣類の骨が見つかっていますし、それらを狩猟する道具も見つかっております。つまり食生活が、 船の丸縄文人と現代のイヌイトが非常に似ているということになります。またこういった集団で同様の突然変異が共有されているのは非常に興味深い結果とこの CPT1A 遺伝子に生じている突然変異 はえー、ある種の病気です、ね、CPTY 血損症という病気に関わる遺伝子変異として初め,、えー、初めて報告されています。まあ、つまり、現代の世界中の人々にとって、この変異は必ずしも生存に有利な変異ではありません。この遺伝子は、死亡代謝に関わっているんですけれども、 この CPTY 欠損症では、死亡代謝の障害が生じておりますので、エ、え、ス、ーまあ、キモといった人々には生存に有利なんですけれども、それ以外の集団では生存に不利になります。そのため、えー、現代日本人を含む多くの集団では、この変異を含,含んでおりません。えー、この変異は、 イヌイットなどでは逆に高頻度で見られるんですけれども、75%から多い集団では95%の頻度で見られております。先ほどの述べた通りですね、この CPTYA に生じている変異は、高脂肪食であるイヌイット及び船止まり縄文字で見られることから、食生活と関係しているものと思われます。 古代人においてこのように食生活と関係する遺伝子が検出されたのは非常に重要な成果でありますこのような環境への適応は北海道の縄文人に限らず他の地域の縄文人にも起こっていた可能性が考えられますこちらは同位体分析を用いた食料源の推定を行った研究成果になります こちらでは各地域の縄文人がプロットされておりますこちらを見ますと北海道の縄文人では海生哺乳類に強く依存していたということが見て取れます他の地域の縄文人ではそのような傾向は見られずどちらかと言いますと海産物それから水産植物の間にプロットされているということが分かります 今の図をまとめてみますと、このようになります。北海道では、海、え、中、ー、類に強く依存しているのに対して、福島や千葉、長野などの縄文遺跡の人骨の分析結果では、そのような傾向は見られず、水産、植物や、えーまあ、魚ですね、または陸上動物に強く依存しているということが見て取れます。 こういった地域ごとに食べていた食料が異なります。まあ、こういったところから各食生活に適応した変異が蓄積していてもおかしくありません。まあ、今後複数の縄文人のゲルムデータを蓄積することによって、このあたりの議論がゲルムからも深められたら、深められるように研究を進めていきたいというふうに考えています。 最後に HLA に関する話です。HLA は非常に多形的であるということが知られておりますけれども、驚いたことにこの縄文人船まり23号では、父親母親ぐらいの配列が両方とも同じ配列である、同じ型であるということがわかりました。 確かに集団サイズは非常に小さいことが先ほどの説明でも明らかとなりましたが、まあ、その結果を反映して HL のタイプもすべての領域で共通して同じ配列が示されました、まあ、この結果は感染症に対する対応がどの程度であったのかお考えさんに非常に重要であるかと思います またこのような HLA のタイプは、自己免疫疾患や感染症、薬剤への副作用など、100種類以上の疾患と関連することが知られております。今後はです、ね、こういった縄文人に見られる HLA のタイプが、実際にそれらとどのような関係にあるのか、研究を進めていくことが重要であるというふうに考えられます。 えーまあ、今回、えー、非常に、えー、素晴らしい高精度の縄文人ゲノムを取得することができました。まあ、この縄文人ゲノムはです、ね、今後のアジアにおける古代ゲノム研究で常に参照されるべきデータとなります。えー、またです、ねあの、今回、えー、現代人で知られているような突然変異と比較することによって 脂肪代謝に関係する変異、また副眼、それから身長の推定について分析することが可能となりました。また現代人のゲノム解析が今後進むことによって、この縄文人が持つさまざまな身体的な特徴、また疾患のリスクというのも明らかになってくると思われます。 またですね、まあ、期待するものとして、性格や能力についても、まあ、縄文人についてはわかるかもしれません。また、先ほどは CPT1A、つまり死亡代謝に関する変異が見られましたけれども、それ以外にも、例えば、まあ、疾患に関するものです、ね。まあ、こういった疾患関連変異が、まあ、古代人において見られるのか見られないのか、まあ また遺伝的に、どのようにして現代人に伝わっているのかということも、こういった古代ゲノム研究から明らかにされることが期待されます。また、現代の日本列島人、特に本んの日本人ではゲノムの10%が縄文人に由来するということが分かっております。 まあ、つまりですね、えー、我々が縄文人から何を受け取り、何を受け取らなかったのか、ということもですね、こういった縄文人のゲノムを参照することによって、えー、明けにかにすることが可能となります。 以上、40分弱ではありましたが、縄文字のゲノムについて話をしてきました。今後ですね、複数の縄文人骨のゲノム分析から、より詳細な情報が取得できることが期待されます。 また成果が得られましたら、報告していきたいというふうに考えております。またの機会によろしくお願いいたします。以上、私の話を終わりにいたします。ありがとうございました。